やるっきゃねえよな。ねえ、死んじゃうよ。こんなの続けてたらいつか本当に死んじゃうったら。そうか。ねえ、どうしてこんな無茶なことするの？剣の練習ってさ、こんなことまでやんなくちゃいけないの？私やだな。だって痛そうだもん。どうだかな。だけど俺をぶっ飛ばしたやつはこんなもんじゃなかった。もっと。はあ、それって人間？うん、ちょっと違うかな。怪獣？まあそんなとこか。ガッツ、そいつとまた戦いたいんだ。やめた方がいいよ。怪獣じゃさ、やられちゃうよ。そうかな。じゃあ勝てるの？さあどうだろうな。どっちなの？ねえ。
宝はあるんだろうな。だろう。
適当なところにずらかるか。防衛、うまくいったな。なあ、護道、あんたなんでこんな山奥で一人鍛冶屋なんてやってんだ。一人じゃねえ、娘もおる。あの裏山はいい鉱石が取れるんじゃ。なんでも昔は妖精が住んどったんだと。ふん、護道、あんたなんで鍛冶屋やってんだ。好きか、鍛冶屋。さあな、おりゃ歩くのより前に元能を握っとった。好きだ嫌いだ考える前に目の前の鉄を叩いとった。あとは今よりうまく今よりいいものをと考えているうちにあっという間にこの年になっちまった。簡単なもんよ。生まれてこの方おりゃずっとと鉄をぶったたいとる。生きてるやつがなんで生きとるんだかわからんくらい。俺にもなぜぶったたいとるのかわからんわい。そう、一つ鍛冶屋やっとって気に入っとるもんがある。火花だ。火花はいい。吸い込まれる。まるで命、自分の命そのものが一瞬目の前で弾けているような気がする。